はい。それでは平面の対称移動を今度は考えてみましょう。原点を通る直線 L に関する対称移動は、地位変換になります。線形性を持つわけですね。例えば、ベクトル、二つのベクトルの和がこのようにこう平行四辺形でこうあったとすると、対称移動したものもこの X と Y を対称移動したものに和になることが、この図を見ればわかると思います。スカラバイの方も同様ですね。ですから、対称移動は、 直線に関する、原点を通る直線に関する対象移動は1変換になります。それでは、y イコール 2x の場合ですね。y イコール 2x の場合に考えてみましょう。10の移り先を ac、01の移り先を bd というふうに考え、おきます。つまり、点 a10 の移り先を a' b の移り先を b' とこのように、まあ、座標で置いたと、置いたというわけですね。そうすると、aa' bb' は 当然、この L と直交するという条件が一つあります。もう一つは AA'BB' の中点が L に乗っているという条件があります。この二つの条件が対象移動の必要十分条件になりますから、この二つの条件を、この二つの条件を解いてやればいいですね。直交の方は内積で、中点の方は、中点の座標が L の方程式を満たすという条件を書いてあります。 これは A、A' の方だけを書いていますけれども B、B' の方も同様です。そうすると AC を解くことができてこのようになります。はい。このようになります。したがって Y コフに X に関する対称移動を表す行列はこのような行列になるということがわかります。もちろんこの10と01の追跡を求めている計算手続きを XY1 個でやってしまえば すべてこれマイナス5分の 3x サス5分の 4y、5分の 4x サス5分の 3y っていうのが出てきますから、それをそのまま行列と xy という積っていう形で書けば行列が出てくるわけですね。あるいは xy を1001と置いてやっても、この行列は出てきます。はい。まあ、手間的には最初から xy でやっとけば一緒というですね。まあ、1001の方が具体的な数字というだけで、xy でやってもやることは同じです。 はい。それでは対称移動、もう一つ別解をやっておきましょう。F はこの Y コー X に関する対称移動としておきます。はい。U を L に平行なベクトル、N を L の方線ベクトルとすると、このように U はそのまま対称移動によって変わりません。N はちょうど反対向けになるんですね。原点を通って、この L に垂直な直線上の点を考えると、まあ、それが N と考えると、それはちょうどその直線、その原点に関して対称な 点に移るわけです、ね、はい。これを具体的に式で書くと、例えば U として12ベクトルを取るとですね、12は122。2-1という方向ベクトルは2-1の -1 倍に移るということになります。F を表す行列を、まあ、仮に A と F を表す行列を A とすると、これは A×12 が12であり、A×2-1 が -21 であるということを意味しますから、 これを一つの式にまとめると、このような式になります。このような式になります。はい。ということで、この1、2、2、-1 の逆行列を右からかけてやると、これが消えるわけですね。この部分は消えますから、A が求まるはずですね。ということで、かけてやると、これは逆行列の式、公式を使ってやると、-1 5分の1ですね。行列式は1マイナス、1, 1かける1引く2かける2と、AD BC 分の1というのをやりました。 エリマスピーショ行列式と言うんですけれども、またこれは後で説明しますけれども、1 × 1 2る2ということで、マイナス5分の1ですね。の、ひっくり返して、マイナス1、1、ここの符号をひっくり返して、マイナス2、マイナス2と。はい。このようになるわけですね。で従って、これを計算すると、こういうふうになって、先ほど、こういうふうになって、先ほどやりました、この結果と一致していることがわかります。 それでは例題ですね。y イコールマイナス3分の 1x に関する対象移動を表す行列を求めよう。はい。まあ、先ほどの別解の方法で一度やってみてください。もちろんどちらの方法でやっても構いません。まあ、答えが一致することをちょっと確かめてみましょう。はい。それではちょっとやってみてください。はい。それでは説明します。まあ、求めるものを A としましょう。行列を A としましょう。 そうすると、マイナス3分の 1x という直線の方向ベクトルとしては3、3マイナス1が取れます。いいですね。3行って1下がる。ですから3、3マイナス1というベクトルが方向ベクトルとして取れます。で、従って、方線ベクトルとしては、1、3が取れますから、この行列が、この行列に移す、移されるということになります。従って、a は、効率の逆行列をこう右からかけてやることによって、このように求めることができます。で、え、まあ、この方法を使うと、 一般に y イコール mx の場合ですね。y イコール mx という形で書ける直線の場合に関しては、書けない場合というのは y 軸ですけれども、y 軸の場合は簡単なので、別にやればいいだけですけれども、y イコール mx に関する対称移動はこのような式で書けるということが、この計算を使えば比較的簡単に求めることができます。はい。それではこの平面の対称移動に関する説明を終わります。